本日は前回の白の発酵鍋に打って変わって赤の発酵鍋を食べ尽くす。いよいよ一人紅白発酵鍋対決に白黒いや白赤はっきりつけるぞ。この時期は正直キッチンに立つのも買い物に行くのも寒い。年末前でお財布の中も寒い。だけど美味しいものはいつだって食べたい。そんな時こそ簡単安いうまい三拍子揃った鍋は重宝。甘くてシャキトロなおネギはこれだけでもお鍋が成立するくらい欠かせない。冬の野菜といえば寒さをしのぐために体内の水分を糖に変えるらしい。この時期に白菜を買うと甘みが一段と強くて得した気分。大きな白菜買った達成感でついつい買い忘れちゃうのがキノコ。侮るなかれ旨味の出汁をたっぷり出してくれる。今日のポイント食材となるニンニクもスライスしていく。疲労回復効果もあって冬のためだけに置いておくのはちょっともったいないスタミナお鍋に。白鍋に対抗するのが赤の豚麹キムチ鍋。お肉、香味野菜、発酵食品などのポイント食材たちがそれぞれいい仕事してくれる。ここでもやはり味と香りのごま油からスタート。キムチは1人前につき1パックと覚えておける。 100g 使い切りパックがちょうどいい。先にしっかり炒めておくことで旨味が濃縮される。これポイント。ピリ辛キムチにはほんのり甘くてマイルドな甘酒をプラス。甘いだけじゃなくてコクもすごい。鍋の素がなくても強気でいられるのはこれがあるから。白鍋と赤鍋、同じ野菜を入れても全然違う顔になる。後から野菜が旬となるのを見越して、もう乗れませんけどって顔されても、朝の通勤電車の駅員さんのように、ちょっと無理やりに詰め込む。食欲そそる赤。いつでも食べられる準備万端。まだまだ最強パートナー豚肉。火を通しすぎると硬くなっちゃうから最後の方に入れます。ここにお豆腐も。何色にも染まってない白い絹。今日はそんな黄身を赤鍋で赤色に染めたい。仕上げにお味噌で味付け。これでトリプル発酵鍋、体ポカポカになること間違いなし。発酵鍋のお供には乳酸菌入り発酵飲料のマッコリで。熱々お鍋、舌がやけどしそうなこと以外は全部幸せ。クタクタに煮込まれた白菜からいただきます。白菜に染み込んでいた旨辛スープがこれでもかとじゅわっと溢れ出る。お野菜だけで十二分だわと思いつつもお肉を一口。舌がキムチでピリッとされた後に豚の甘みで甘やかされる。ひとたび口に放り込むとお肉を知らなかった草食時代には戻れない。ニンニクエキスが鍋全体に染み渡ってどこから食べてもガツンと美味しい。具材たちは交互にいただいてそれぞれを引き立て合ってもらいます。まとめ役のスープも気になる。コクがあるけどすっきりしてるからお味噌汁みたいにぐっくと飲んでも胃もたれもしない。可愛い子には旅をさせようと鍋の中でぐつぐつ揺さぶられたお豆腐も辛みと旨味がいいバランスで染み込んでエンドレスで食べれちゃう。体の中からもこもこフリース着てるみたいにポカポカになってきた。昨日までは白だったけど今は赤に傾いてきた。これは道明寺と花沢類どちらを取るかでもだえた乙女の頃以来のジレンマ。早まる気持ちを一旦抑えてシミを食べてから考えよう。うどんを投入して、こちらはキムチ鍋焼きうどん。卵も好きなタイミングで割ってね。具材たちの旨味が溶け込んだスープで煮込むうどんは鍋の後の特権。ネギもパラリとかけて
特製鍋焼きうどん。割った黄身を独り占めでプチ贅沢。赤く染まった麺が黄身でまたさらに赤くなって食欲が舞い戻ってきた。どこまでも極うまに施されたうどんの麺。まだ器にうどん入ってるのにおかわりの動作してしまった。これは上品に食べておられぬ。味がしっかり入ってて一本一本食べてもいいくらい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も